ベルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせの方はですね、ベルベルジンウェブストアの方に、よろしくお願いします。こちら今日紹介する、商品は7月の15日の、夜の21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは下の概要欄の方に貼っておりますので、そちらをチェックしてみてください。それではまず T シャツから、ちょっと前にね紹介させてもらった犬シリーズ、はい、こちらボディがラージです。白ボディ、はい、こちらはケアンテリア、はい、ちょっとマニアックのワンちゃんでしょうか、はい、まあ、これね、まあ、あの飼ってらっしゃる方はぜひ、はい、状態もいいです、まあ、可愛らしいですね、プリントも、はい、こちら7800円に消費です。 7% ですね。はい、続いてこちら、ちょっとボディのねタグが取れてしまってます。はい、グレーの、ボディです。こちらビアデッドケリー、あ、ビアデッドコリーか、すみません、ビアデッドコリー。サイズがね、おそらくラージサイズだと思います。はい、はい、グレーのちょっと背中にねペンキが飛んでますね。はい、あとでも状態いいです。はい、これもまあインパクトあって可愛いと思います。こちら7800円に処理です。7番ですね。はい、続いてこちらねデッドストックなんですが、はい、サイズラージ 100% コット、はい、ちょっとシワが寄ってますがデッドです。いわゆるニコちゃん、はい、マークインパクトドンとラージサイズ、自分がちょうどいいサイズですね。こちら洗って乾燥機入れてもちょっとキュッと詰まります。はい、一応シワは寄ってますがデッドストックですね。蛍光のイエロー可愛いと思います。ニコちゃん、こちら7800円に処理です。7番です。はい、続いてこちらもインパクトティーです。はい、ノットと、はい、ボディがラージサイズですね。白ボディ、一応ラバーです、黒く、はい、サイズ自分がちょうどいいサイズですね。はい、まあ、自体も可愛いと思います。白ボディで、はい、こちら6800円に処理ですね。 6% です。続いて、はい、こちらステッドマンですね。サイズラージ、ちょ50-50のボディですね。緑ボディなんですが、こちらまああまり、ね、いい言葉ではないですが、この点と点をこう合わすと、はい、まあワックオフみたいな、はい、こういう風にちょっと面白い T シャツですね。これひび割れプリント、はい、サイズが、ミディアムです。ちょっと自分はちっちゃいんですが、はい、緑ボディですね。はい、こちらも6800円に消費ですね。はい、続いて、リーバイスの T シャツです。はい、38というサイズですね。ちょっと薄めのボディなんですが、38なんで、ね、ミディアムとスモールの間ぐらいですかね。ちょっとね細めです。はい、ボディ細めです。ただね、これバックプリント、はい、女性がハーレーに乗ってるんですかね。はい、ちょっとリーバイス履いてるのかなって思っちゃうんですが、白ボディでバックピクチャーです。はい、リーバイス T シャツ、こちら7800円に処理ですね。はい、続いてこちらもインパクト T として、はい、ボディ50-50のダブル XL ですね。ダブル XL ラージ、ねあのウッドストックのね、やつをちょっとパロってますね。リブストックの、はい、豚ちゃんです。ダブル XL なんでちょっと大きめです。はい、白ボディプリント可愛いですね。はい、こちら7800円に処理です。7%です。はい、続いてちょっと映画系です。はい、ボディがミディアム50-50の黒ボディ、はい、もうこれね見てすぐ分かると思います。皆さん、バックトゥーザフューチャーの、デロリアン、はい、かっこいいですね。シンプルに胸だけです。バックも無地ですね。はい、ちょっとボディね自分 M なんでちょっとちっちゃいですが、はい、状態非常にいいです。デロリアン T シャツ、こちら7800円に処理です。 7% ですね。はい、
こちら今度ボディがねタグないんですが、はい、映画のね配給者パラマウント、これスウェットなんかもねありますね、後ろもバック、はい、パラマウントのバックプリントもいいですね、はい、タグないんですがおそらく XL ボディだと思います、はい、ちょっとゆったりします、状態はいいですね、はい、パラマウント T シャツでこちら9800円に勝利です、キュッパーですね、はい、続いてこちらも映画ですね、はい、ドラキュラの映画ですね、はい、こちらがベラ・ルゴシ、はい、まあ俳優さんですね、ボディがエクストララージボディです、はい、100% コットンで、これ非常にかっこいいですね、インパクトあります、はい、ドラキュラ、後ろはねバックフィール無事です、こちら7800円に勝利ですね、 7% です、はい、続いてパッと見ね一瞬ねちょっとピカソかなっていうふうに思うんですが、こちらがですね、はい、ジョルジュブラック、はい、フランス人画家ですね、まあちょうどねあのそれこそピカソと同じ年代の、はい、同じ時代の方らしいです、非常にプリント可愛いですね、ボディが一応エクストララージです、はい、白ボディで XL ですが縮んでますね、僕がちょうどいいサイズです、はい、バックは無地ですね、はい、非常に可愛い絵だと思います、こちら 12,800 円に勝利です、12%ですね、はい、こちらがですね、はい、ナイキです、ナイキボディ、はい、ボディドリですね、ボディドリ、はい、ロックノーの生みの親と言われてます、はい、このプリントボディがねナイキの、エクストララージですね、こちら 2XL だ、はい、結構大きめです、はい、ダボっとします、で袖にもねこれナイキ入ってます、バック無地で、はい、サイズこちら 2XL ですが19800円に勝利です、 19% ですね、はい、続いて定番のデッドストック T シャツです、 XL ボディ、はい、こちらラバーで、はい、デッドストックです、 XL なので少しね大きめなんですが、はい、こちらね洗って乾燥機入れてもらってもいいと思います、こちらシールもついてます、はい、こちらで7800円に勝利ですね、はい、続いてこちらも定番のフルーツオブザルームですね、デッドストック、はい、いわゆる国旗です、ピースの国旗、ラージなんで自分がねちょうどいいサイズです、はい、デッドストック、はい、無地ですね、こちら6800円に勝利です、 6% です、はい、続いて今回はサイズミディアムです、はい、ミディアムのデッドストック、フーズドリンク、まあ、4つ目のデッドストックですね、ミディアム、はい、ちょっと女の子が着るとね、あの怖いかもしれませんが、はい、ミディアムサイズのデッドストック、こちら 12,800 円に勝利です、 12%、 はい、続いてこちらゾウさんですね、はい、サイズラージです、フルーツオブザルーム、こちらもデッドストックで、はい、ラージ自分がちょうどいいですね、こちらゾウは両面プリントです、はい、こちら6800円に勝利ですね、6%です、はい、続いてこちらも毎回、はい、ソールドになります、デッドストックのエクストララージ、はい、鉄腕アトムですね、デッドストックです、こちらも、はい、後ろもアストロボーイ、はい、ラバープリントでちゃんと、はい、コピーライトで鉄がプロダクション入ってます、はい、ちょっとねサイズゆったりしますが、ちょっと乾燥機入れてあげるとね、はい、いいサイズになると思います、はい、鉄腕アトムですね、こちらデッドストックで 12,800 円に勝利です、 12% ですね、はい、続いてマリリン・モンローサイズラージです、はい、ちょっと僕もね着ようかなと思います、最近ラージ僕ちょうどいいサイズですね、はい、まああの女性に人気です、はい、
M サイズがねちょっともうほとんどなくなってしまって、今回 L サイズを紹介させてもらいます。まあ、男性が着てもねもちろんかっこいいと思います。はい、モンロー T シャツ、こちらデッドストックで15,800円に勝利ですね。1号パーツ。続いてスウェットいきます。はい、こちらも、はい、犬シリーズ、今回フルーツオブザルームの XL ですね。はい、スウェットボディ、まあ、先ほどと同じワンチャンシリーズです。はい、コッカースパニエル、はい、エクストララージなんで自分がねちょっとゆったりして、はい、これ女の子とか女性でも可愛いですね。はい、ボディグレーで後ろは無地です。はい、スウェットこちら9,800円に勝利です。キュッパーです。はい、続いてちょっとワンチャンシリーズってことで、はい、こちらボディディズニーのサイズが、エクストララージサイズです。はい、まあ、101匹ワンちゃんですね。はい、可愛いと思います。ディズニーのちょっと僕のキャラっぽくないんですが、はい、グレーボディでエクストララージ、はい、こちら6,800円に勝利です。 6% です。はい、続いてチャンピオン、コンタクのエクストララージ、前 V のタイプです。こちらもチャンピオンマークなしですね。はい、刺繍でチャンピオンと入るんですが、これはチャンピオンなしの無地です。無地の前 V、こちらね、グレー、この霜降りグレー綺麗ですね。はい、ちょうど普通の前 V として着れると思います。はい、こちらチャンピオン6,800円に勝利です。 6% です。続いても、はい、こちらコンタグのこの WXL です。こちらネイビーで前 V、 はい、WXL で結構ダボっとデカめです。はい、でこれちょっと面白いのが、チャンピオンマークって基本的にはね左側につきます。ただこいつは少しね取れかけてるんですが右側についてます。はい、ちょっとチンチャンピオン、はい、はい、こちら6,800円に勝利です。 6% です。はい、続いてこちらもちょっとチンチャンピオンですね。はい、チンピオンっていうかな、エクストララージコンタクの、はい、前 V です。チャンピオンマークがでかいです。はい、コンボでエクストララージなので結構ダボっとします。はい、ただこのチャンピオンマークでかいのがインパクトあっていいですね。可愛いです。はい、状態はいいです。非常に。こちらも6,800円に消費税です。続いてこちらコンタクの同じくエクストララージ、こちら前 V なんですが、これもねチャンピオンマークの、はい、周りにまたこう刺繍入ってます。だからダブルチャンピオンみたいな。はい、サイズはこうゆったりします。グリーンボディ、はい、こちらも6,800円に勝利です。 6% です。ちょっと可愛いかな。続いてこちらも、はい、チャンピオンのコンタクミディアムです。はい、前 V でこちらもチャンピオンマーク刺繍で横にも文字入る、ちょっとねシミが若干あります。カーキボディ、はい、ミディアムなんで僕はねちっちゃいんですが、はい、まあこういった変わったプリント好きな方は、はい、こちら5,800円に勝利ですね。 5% です。続いて1枚だけリバースイーブです。はい、こちら刺繍の WXL、 はい、紺の無地です。チャンピオンマークなしですね。はい、ちょっとここにね若干ダメージシミがあるんですが、コンボディこれねボディすごく状態いいです。質問ダブル XL ちょっとゆったりしますが、はい、目なしなかなか出ないですね。はい、コンボディまあねチャンピオンマークがついてるのが好きな方もいると思いますが、やっぱりこう無地の方がね数は少ないと思います。はい、ダブル XL でこちら7,800円に勝利です。 7% です。はい、こちらヴィンテージスウェット、タグがね、取れてますが、はい、60年代ボディでしょうか。 100% コットンのネイビー、はい、ちょっとね全体的に色あせて、はい、実はここにねステンシルっぽい字が書いてます。こちらも、はい、まあ、全体的にね雰囲気いいかな。だいたい、ラージボディだと思いますね。はい、ちょっとリブの感じもいいですね。雰囲気こちら9,800円に勝利です。キュッパーです。続いて、はい、
スプルースですね、はい、エンジボディのラージ、まあこれでプリントが入ればスヌーピーとかね入るんだと思いますが、こちら無地です。スプルースのボディの無地、まあ、ラージで少し縮んでますね。僕ちょっとちっちゃいかもしれません、はい、逆にね無地のスプルース珍しいと思います。はい、こちら9800円に商品ですね。キュッパーです。はい、続いてこちらボディがエクストララージ、はい、白ボディで、こちらでもちょっとねポリが混じってます。はい、ただ染み込みのプリントですね。リブはねそんなに長くないんですが、60年代から70年代くらいでしょうか。はい、サイズは僕はちょうどいいサイズです。白ボディ、はい、染み込みのプリントですね。いいですね。はい、こちら12800円に処理です。1ニッパーですね。はい、続いてラルフローレン1枚サイズラージです。はい、こちらリネンですね。リネンシャツ、はい、まあこの綺麗なターコイズブルー、はい、のストライプですね。そしてここにねボタンがあるんですが、はい、サイド、まあ袖をねめくって巻いてここでキュッて止めれるようになってます。実はこれ僕ね同じ 紺色持ってます。まあ、リネンなんでねこのぐらいの時期に着ても、はい、大人っぽくていいかと思います。リネンシャツ状態いいです、非常に、はい、綺麗なストライプ、まあ逆にねあのラルフマークもついてないので逆にいいかと思います。こちら6800円に処理ですね。 6% です。はい、続いてベトナムの、ファティーグジャケットのスモールレギュラー、はい、グリーンリーフですね。緑ベース、こちらもね毎回紹介させていただいて、すぐ売れております。やっぱこのグリーンベースかっこいいですね。スモールレギュラー僕がジャストサイズです。襟元ね少しだけダメージあるんですが、まあそこまであのひどく破けてはないです。はい、もう全体的な雰囲気出てますね。はい、こちら9800円に処理です。キュッパーですね。続いてブラック357、はい、こちらスモールレギュラーですね。はい、これも同じく自分がジャストサイズです。スモールレギュラーもうデッドストック、やっぱこの黒ボディねかっこいいです、非常に。はい、こちらも9800円に処理です。キュッパーですね。続いて今回ショーツをね1枚、先ほどのねラルフのリネンシャツに続いてこちらねリネンパンツです。はい、紺の、ちょっとこうリネンですね、ちょっと大人っぽく、ウエストがね34インチ、まあ、自分がちょうどいいサイズです。はい、まあ夏はね、まあ、持ってこいだと思います、紺色。はい、リネンパンツこちらで、5800円に処理です。 5% ですね。はい、はい、続いてこちらメイドイン USA の505です。はい、サイズ3134、ちょっとレングスね長めです。はい、こちらウエストは31、レングスもね34、これ実寸通りです。ただこれもね色まだ濃いです。はい、状態いいですね。ちょっとねレングス若干34って長めです。もしあれだったらね、まだ色濃いのでまあ31ぐらいでカットされてもいいと思います。まあこの辺ですかね、31とか、まあ、31あたりで素上げしてもそんなに変わらないと思います。はい、まあ逆にね色もまだ残ってますし、こうひげが綺麗に出てます。はい、505ジッパーですね。はい、オレンジタブ、503134、こちらで9800円に処理です。キュッパーですね。はい、続いても、はい、505、こちらブラックの、はい、ケミカルウォッシュですね。3032表記、はい、まあ思いっきりブラックジーンズじゃなくて、ね、このぐらいの、あのタイダイじゃないわ、ケミカルウォッシュだと夏でもね合わせやすいですね。ちょっと、ウエスト30の細めの方、はい、非常にいいと思います。505ですね。はい、赤タブタイプ、こちら6800円に処理です。 6% ですね。はい、最後にですねリバースイーブ単色が、入荷しました。こちらサイズスモールサイズ青単色です。はい、青単のスモール、結構ね単色もそうですけどスモールサイズってやっぱ少ないと思います。はい、逆に、はい、
赤ボディですがラウンドの3段、はい、まあ、ちょっとさすがに S は僕はちっちゃいんですが、でもそんなにね、めちゃめちゃちっちゃいわけではないです。もちろんね、女性が着てもらっても非常にいいと思います。状態綺麗です。はい、パーカーで、はい、単色の青単色、こちら15,800円に勝率15%ですね。はい、続いてこちらも青単色のスモールです。はい、コンボディ、まあ、黄色のねこのラウンド非常にいいですね。ちょっとあっと思ったのが77、はい、僕生まれ年ですね、まあ多分2月だと思うんですが、はい、これ12だったらちょっと僕買おうかと思いました。まあスモールサイズなんでね、あれですが、こちらも状態非常にいいです。はい、コンボディ、最近なかなかねパーカーの単色ね少なくなってきましたね。ラウンドいいですね。はい、こちらで17,800円にしてです。17%ですね。はい、77年の人はいいですね。はい、続いてこちらも青単色スモールですね。青単スモール3枚です。こちらはもうね素晴らしいですね。グレーボディ、なぜかこのボディの部分だけちょっとストライプっぽくなってます。そしてブラウンの染み込み、はい、いいですね。このラウンドに状態もね非常にいいです。はい、スモールサイズ、はい、まあ着れる男性もちろんいいんですが、女性ね、はい、この辺り着てもらったら可愛いと思います。非常に、うん、状態ね非常にいいんです。この肉厚でまだまだ、はい、いいですね。単色の染み込みパーカーです。こちら29,800円に勝利です。29%ですね、はい、これいいですね、はい、すいません。最後に、はい、こちらベトナムのリップタイプのハットです。はい、こちらですねサイズ、はい、7と8分の3、わりかしねこれは男性普通にかぶれるサイズだと思います。はい、状態もいいですね。こちら、はい、まだ状態、こう髪も残ってます。はい、こちらで、グリーンリーフですね。こちら12,800円に勝利です。12%。そしてこちらサイズが7と8分の1、こちらはちょっと小さいかもしれませんが、はい、これもこのグリーンリーフいいですね。この色合い非常にかっこいいと思います。こちらも12,800円にしようです。12%ですね。今日ご紹介は以上になります。ベルベル人ですね、買取と、委託販売を行ってます。お店の方にお問い合わせいただければ私が対応いたしますのでよろしくお願いします。あと、スタッフ募集をベルベル人行ってます。履歴書、持参持ってきていただくか、あとはお店の方に一度お問い合わせください。私対応いたしますのでよろしくお願いします。